ひたちなか海浜鉄道株式会社は、茨城県ひたちなか市に本社を置く日本の鉄道事業者である。2008年に茨城交通の鉄道部門を新設分割して発足し、茨城交通から継承した港線を経営している。ひたちなか市と茨城交通が出資する第3セクター企業である大人旅客運賃、普通旅客運賃は小2半額。 難病患者割引指定難病患者の通院費負担を軽減し、社会参加のための鉄道利用を促進する事業として、難病患者の運賃を半額とする難病患者運賃割引制度がある。特定医療費受給者証がない軽症者も、不認定通知書を提示することで対象になる。2018年7月8日新設。 QR バーコード決済中港駅窓口並びに、勝田駅乗り換え窓口では、QR バーコード決済、ペイペイで、港線の乗車券が購入できる。中港駅では2020年2月10日、勝田駅では、同年2月13日から開始した。2021年3月13日からは、QR バーコード決済、a u p a も利用可能となった。 車内生産は不可。クレジット決済港線は定期券のほか、中港駅では普通乗車券もクレジットカード決済で購入できる。車内生産は不可。IC カードスイカパスモ等の交通系、IC カードは導入していないため港線では使用できない。ただし、スイカ事業者の JR 東日本に委託している、勝田駅の券売機では例外的に、 IC カードの SF 残額を利用して、港線の普通乗車券に引き換えができる。中港駅には黒の野良猫が時折訪れ、駅員が餌をやるなど世話をしていたところ、信号機器ボックスの下に住み着いてしまった。その後、おサムという名前が与えられ、駅のマスコットになっている。また、虎のメス猫もおり、こちらはミニサムと呼ばれている。おサムの名の由来はかつて、 黒猫の単語を歌ってヒットさせた、皆川治むの名前にちなむ。現在は、グラフィックデザイナーとして活動し、古典等も開いている皆川は、この治むのことを知り、自身が制作した黒猫のオブジェを寄贈した。このオブジェは、中港駅の窓口に飾られている。治むは2019年6月23日に、推定年齢17歳で死に、同年7月6日に、 中港駅でお別れ会が開かれた。ありがとうございます。